ろんな曲を歌いこなせると思うんですけれども、その実際にどんな風にあの声の出し方が変化していったのか、ちょっと実際に見せていただきたいと思います。恥ずかしいんですけどね。すごくいいですか。それでは音域の変化を大公開。低いやつからですか。はい、なるほど。これが低いやつ。低い声です。声。はい。やっぱりミュージカルっぽく。ミュージカルっぽく。全然違う。緊張してて。はい、もうちょっと高い。はい、まだ高いやつ。少しクラシックっぽく。はい。裏声。じゃあ一番高いの。まだ高いんですか。